膨大なファイルの中から停車者さん本人が作成したものを抽出しました。大半は研究に関連する内容で、今知りたい情報ではないかと。もちろん気になるデータがなかったわけではないですが、暗号の解読に手こずっているので、そちらはまたの機会に。とにかくデータをより分けた結果、停車者さんが個人的に作成した音声資料を見つけましてね。僕もまだ内容までは確認できていないんですが、聞きますか？うん、お願い。
わかりました。それでは、いくつかのファイルを連続して再生します。私は天使じゃ。こんな事態になった今、自分の頭を整理するためにも記憶を残そうと思う。これが、あの日トラル幽連隊の呪術医だった私は、ヤースラニ荒野に現れたトラルビドラールの討伐に参加した。任務を終えた後、許可をもらって一人で現地に残ったの。あまり来る機会がない場所だったから、薬草なんかの分布を調べておきたくて。というのは嘘じゃないけど建前、本当は近々始まるという継承の儀の話題から逃げたかった。隊長が儀式の友に選んだのが自分じゃないということ、そこに名前が上がることすらない、その他大勢だって事実から、分かってはいたけど逃げたかったんだと思う。だから理由をつけて帰るのを先延ばしにして、それが私の運命を変えた。突如としてヤースラニ荒野を飲み込んだ衝撃、私はなすすべなく巻き込まれて、そこで隊長と再会したの。今日はそうね、隊長のゾラージャ様の話をしましょう。憧れだった。見とれるほどに強いところも、それでも鍛錬を欠かすことない勤勉さも。私は遠くから彼を見ていて、見ていたから知っていたの。その目はいつも彼方を見ていた。近くにいる誰かじゃなくて、遠くにある何かを探していた。彼の目が私を捉えることは未来永劫ないのでしょう、そう思っていたけれど、例の実験は間もなく次の段階に進む。そしたら私は今度こそ隊長から報酬を受け取ろう。一番欲しかったものを約束通りに。私は今日はね、待ち望んだ始まりの日になるはずだった。ついにこの子が帰って、それを見せたら、あの目がきっとやっと私たちを捉える。期待して彼のところに行った。彼はこの子を見て、触れて、青い鱗。あなたの子だもの。
知らない。子にとって父がどうあるべきか、父にとって子が何であるか知らない。今も知らない。わけのわからないものを俺に近づけるな。大丈夫よ、大丈夫。きっと彼は少し驚いてしまっただけ。じきにこっちを見てくれるようになる。私たちはちゃんと家族になれる。行かなきゃ。カニロッカに呼ばれてる。こっちの研究が下火になってますます焦っているのでしょう。この子にも八つ当たりをするかもしれない。隠していかなきゃ。誰にも見つからない場所に。これで記録は最後です。実を言うとあの子は捨て子でね。数年前に下の廃棄場に捨てられてたのを私たちの仲間が見つけてきたのさ。この後研究所内で何かしらの事故が起こった。それで停車者さんはクルージャーを迎えに来られなかったんでしょうね。なあグルージャ。僕は平気だよラマチ。父さんも母さんもいっぱい寂しかったんだね。僕も寂しかったしさ、一緒にいればよかったんだけど、それがうまくできないことだってあるよね。これが幸せかなんてやっぱりわからない。でも知れてよかったって本当に思うんだ。ありがとうみんな。
ん？なんか様子が変じゃねえか？なあ、みんな聞いたか？サンダーヤードで亡くなった人がいるらしい。サンダーヤードで？ということは駆除人が魔物にやられてしまったの？ああ、ベテランの駆除人だよ。だが死因はあろうことか落雷だそうだ。以前ゾラージャが町を襲った時に魂資源のストックを使い果たしてしまったのだそうよ。最後の命も落雷なんかで無念だったでしょうね。本当だな。善良に生きてきた者がどうしてそんな唐突に虚しい最後を迎えなければならないのか。なあ、死んだ奴のことを忘れなくなったとしても魂資源のシステムが続くなら大丈夫だよな。俺は寿命まで生きるんだ。最後は笑顔で送迎係と一緒に旅立つ。それが当たり前だろ。どうかしら。私たちが覚えていないだけで、これまでだって不遇の死を遂げてきた人はたくさんいたのかもしれない。もしかしたら私もそうなるのかも。恐ろしいことを言わないで。死の気配を感じながら生きていくなんて無理よ。くっそ、まずいな。葬儀の時よりも不安が広がっちまってる。お母さんたちったらさっきからずっと怖い顔してるんだ。ニコくんは優しいね。遅くなっちゃったけど私が来たからもう大丈夫だよ。嘘だろ。あいつは死んだ。消えちまって、もう戻ったりは。おい、あんた確か補佐官のゴッサンだったよな。これはどういうことなんだ。何か知ってたりは。はて、どういうことかと言われましても、スフェーン様が町においでになるのはいつものこと。特に珍しくもございませんが。いや、あんたこそ何言ってるんだよ。スフェンは死んだ。葬儀もやった。みんなでそこに花を手向けたじゃねえか。葬儀？スフェン様の？またまたご冗談を。確かに葬儀は行いましたが、あれは襲撃で命を落とした名もなき市民たちのもの。死を忘れることができなくなり恐怖に陥った我々を、スフェーン様は今日も変わらず支えてくださっている。様、あの以前のように亡くなった人にまつわる記憶を
回収してはもらえないでしょうか。その方が前向きに生きていけると思うんです。私もこの子も。ごめんね、それはできないんだ。リビングメモリーがシャットダウンされたことで旧来のシステムは使えなくなっちゃったから。でも安心して、代わりの解決方法を準備してきたから。みんな、とわびとになっちゃおう。記憶を回収する新しいシステムを作ったの。エーテルで体を作って、そこに預かった記憶を宿せば、もう魂資源のストックだって気にせずに生き続けられる。死に怯えることなんてない。望むまま好きなだけ生きていけるんだよ。だけどすぐに用意できるエーテルには限りがあるから、全員をとわびとにはしてあげられないんだ。みんなの葬儀をした時に配った黒いレギュレーターがあったでしょ。それまだ配布してない分も含めてだけど5000個用意してるの。約束の日に黒いレギュレーターをつけていた人だけとわびとにして永遠の死から解放してあげるね。そんな、じゃあ救われるのは5000人だけ？ふざけるな！あいつが救う民を選ぶわけがねえ！そんなこと言うなんて、お前は、お前は一体誰なんだ！私はこの国の利用、スフェーンだよ。一度バックルームに戻ろう。頭を冷やして相談させてくれ。
私どうして